張ってほしいですね。そうですね、もう本当に、はい、あの日本人 の, あの優勝を見てみたいなっていうのを思います。8年半日本出身力士の、ね、優勝はないわけですからね。そうですね、はい、もう本当にあのなんとか頑張ってあの横綱についていってほしいなと思います。うん、掛川さんは特に琴奨菊を大関に期待したいと話してらっしゃいました。そうですね、もう本当にあのその中でも番付一番上があの大関の琴奨菊になりますので、はい、なんとかあの、まあ、横綱を追い詰めてほしいなと思います。そうですね、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は向正面は元関脇栃乃花の掛川親方です。